いいね。あたしか。あたしです。シンクロメッセージ。シンクロメッセージは皆様向けのキーワードです。心の天気予報。月の満ち欠けのリズムのように心は変化していくもの。知っておけば対処もできる。慌てず騒がずに楽しむのが一番。すぐにピンとくる方、数日してから気づく方、忘れた頃だって OK です。本当に心が求めた時にシンクロは起こる。誰もが平等にメッセージを受け取ることができますよ。どれだけ心を敏感にしてキャッチするか、ただそれだけです。さあ、4つのエレメントに分かれますね。火のグループ、情熱の星座、おひつじ座、しし座、いて座。はい、ルービー。はい、あ、ルービーとね、歌舞伎。よし、はい。情報がね、届きますよって、うん、なのでしっかり受け取ってくださいって。で、その受け取り方がね、うん、あ、これはちょっと自分にはどうかなとかじゃなくて、勇気を持って、自信を持って受け取ってください、うん、とりあえずもう受け取ってしまえと、うん、受け取ってください、はい、でそれから受け取るのだから、その前に自分の、まあ、本当にこれは実際のものでもあるんだけど、うんうん、整理して処分してください、うん、ガンガンしてください、ガンガン捨てろと、うん、やっぱり実際のこともそうだし、その書類的なこともそうだし、知識的なこともそうだし、うん、もういらない、そんな知識はもういらない、そんな常識はもう捨ててしまえみたいな、大変、そんな感じでございますね。はい、はい、では地のグループ、安定の星座、お牛座、乙女座、ヤギ座。はい、はい、一人、うん、うん、私だけ、今ね、今の強さが、うん、今ね、はい、強く生きてたとしたら、うん、それが我慢してたとしたら、うん、もう許してあげましょうって、自分も他人も、うーん、で今までのやり方を具体的に変える時だって、はい、調和の乱れがもしあったとするじゃない、うん、ことがね、うん、それ乱れは整う準備だから、うーん、すごいねシンクロって、うん、どうしよう響いた、まあ、ありがとうございます、マジで、うん、さあ次は風のグループ、伝達の星座、双子座、天秤座、水亀座。再誕生、うん、過ぎた過去にとらわれる時ではない。新しい天気、後悔や自責の念は必要ない、うん、こだわることはバカバカしくなりますよって、うんうんうん、で年配者の意見を聞いたり、お墓参りに行ったり、うん、今ここにいる自分に感謝してください。私もね、実はビンゴで、うん、昨日ほらちょっとダンスの先生に歌ってたでしょ、はいはい、年配者の方々に、うん、もうどんどんやっちゃいなさいって言われて、うん、でもこれやっちゃいなさいって言われて、やろうと思って、うん、やれなかったことまだこんな私でもやれなかったことがいっぱいあるのね、やってそうでしょ、うん、もう全てやってる感じ、うん、ね、あるのよ、やろうと思って、うん、ますます、すいません、よろしくどうぞそして水のグループ、感情の星座、蟹座、サソリ座、魚座、固定観念や恐れから飛び出しましょう。子供の頃のような無邪気さで動けば全てチャンスにつながります。はい、ゆうさんです。あ、ゆうさん、無邪気、無邪気、うん、ね、お前はそれなんてニカニカしてシンクロメッセージは皆様向けのキーワードです。お役に立てたら嬉しいクリスタルパワーです。何分か見えない、針が見えないんだよ。さあ、あっという間の1時間ですね。そろそろお別れの時間です。今日のクリスタルショーはあなたにとってお役に立つ情報はありましたか？自分だけの経験では知らないことの方が断然多い。だから合言葉はリンクして、シェアして、コラボレーション。週の始まりはクリスタル、ハートフルメンバーのカンパニーです。ぜひ皆様の参加をお待ちしております。次の番組は大江戸ワイドスーパーアフタヌーン、亀戸にありますアンペリシアンスタジオからの放送です。クリスタルシャワーが元気で満タン、1週目と3週目に登場します。ビューティフルでワンダフルな情報番組。ね、だんだん、これで
何月からだっけ、クリスマス。4月から4、5、6、まあ3ヶ月過ぎてね、はい、だいぶ慣れてきて、うん、ね、うん、なんだろうな、きちっと しないでこう本当に楽屋トークのように、うん、みんながどこかで喫茶店でね、カフェで喋ってるような感じでできたらなっていうのに近づいてきたんだな、うんうんうん、さあ これを情報ですとかじゃなくて、はい、どうぞどうぞって一緒に仲間になって、うん、その人の知ってることをここで発表したら、うん、違う人がそれを、うん、あ、それって面白いねって言って、うんうん、まだ聞いてる人もブログを見てくれる人もなんかそんな番組になってったらなと思って、はい、ちょっと近づいてきたかなって楽しみですね。またコンシェルジュさんもね、募集しておりますので、はい、そうですね、私たちの仲間に入ってきてください。はい、よろしくお願いします、はい。クリスタルシャワースピ下町スピリット、合言葉はリンクしてシェアしてコラボレーション。21時からはクリステルレインボークラブでお会いしましょう。ありがとうございました。ごめんなさい、ごめんなさい。え？さっきからずっと防災無線が鳴りっぱなしで、うん、すいません、どこで？そっちにだいぶ気を持ってかれてしまいました。あ、ほんと？なんか、ずっと険しい顔してるから。そうなんです。でも、なんか生放送中じゃさすがに止められないんです。すいません、すいません。なんかあったんですか？で、なんかあった場合はメールにも同じ緊急のあれが出るので、それが入ってないところと訓練だと思うんですけど。あ、この間でも iPhone に急に突然来た。来ました、江東区。でもさ、ほら今日って1日だからさ、なんか訓練なんとかってやる日なんじゃないの？偶数月。あ、偶数月か。はい、1回だってほらなんか当たったことある。そうだ、そうだ、そうだ、当たったことある。キリンさんにやってって言われた。やったやった。だってやりたくなかったの。そうそうそう。訓練放送です。お写真撮りましょうか。電池がないからあれ撮った方がいいよね。そうですね。電池ないの。持ってきてよ。あ、充電した方がいいです。もうなかった。みんなで撮ろうか。どうか。みんなで撮りますか。たまには。ゆうちゃん、後ろに手前ですか。うん、鈴木さん、待って、待って、待って、はい、いいの、全然いい、大丈夫。これ止めて大丈夫ですか？はいよ。なんだよ。撮ってた。え？違う、動画は撮ってんな、みたいな。油断してました。何屋さんなんだろう。天ぷら屋さんです。天ぷら屋さん、そうなんです。蕎麦屋だったら行こうかなと思って。蕎麦屋良かったな。そうでしょ。お蕎麦も行け。蕎麦ならずんとね。そうです、いつでも行けるから。でも天ぷらメインのなんか蕎麦に乗せてみたいな、ありそうな気してますけどね。うん、ね、本当だな。いや、ありそうな気がする。どうでしょうね。ちょっと交渉してきて。どんか蕎麦かやらべますみたいな感じで、うどんも行けますよみたいな。そんな高級なの置いてもダメよ、ここ。気軽な感じの方がね。そこ食券なのか、でも気軽な感じだよ。食券もこれなんか広島に私出張行った時になんかね、こういう天ぷらがすごく有名な天ぷらがあって、はい、ありがとうございます。ファーストフードみたいな感じですね。なんかメニュー見た感じ、だいたい1000円ぐらいでした。あー、で、リーズナブルなあれなんで。お蕎麦ある？天ぷらだけでした。明太子とからし高菜が食べ方。あ、でもえ、ご飯で食べるの？こう揚げてもらいながら天ぷらとご飯と、お蕎麦も言ってみて。はい、チーズ。もう一枚行きます。こっちか、こっちか、どっちか行きます。こっち。はい、チーズ。一応確認して。ありがとうございます。間違っちゃった。そうです。ちょっと迷っちゃいました。私は何が違うか。そうです。大丈夫。世界文化遺産に富士山が登録された。大丈夫。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。とんでもないです。それ全然仕事じゃない。夏休みとかね。